はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もめはー、新誠チャンネルの誠です、いつもは国交と起きて仙台市太白区富沢のアクロスプラザ富沢西さんの中にありますスタヤ書店さんの裏にあるチーズキッチンという店でピザを伸ばしたりしています。はい、今日はですね、自撮り棒ですね。はい、このなんかサムネにもありましたけど、この自撮り棒ですね、DJI アクション2のですね、自撮り棒どっちがいいかななんていうふうなのを思ってですね、いろいろですね DJI アクション2を使ってですね撮影してきましたので、そちらの方をご紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、外でね撮影してきた動画ねメインになるんですけれども、こちらの方こんな感じで撮影してきましたよというかですね、どういった風な内容からのねこういった撮影になったのかっていうのをですねご説明最初にした方がいいかなと思いまして、室内撮りの方もやっておりました。はい、もともとこれ見外した方がいいですけどね。はい、こんな感じでね、私基本的に自撮り棒でね外でねDJI アクション使って、撮影するっていうことは多分ないのかなと、というのも他の動画でもねお話してるんですけれども、ここにねマグネットマウントでね、要は手がフリーになるハンドフリーの状態でですね、撮影する場合の方が多いと思ったんですけれども、やっぱりね1本ぐらいはあった方がいいのかなというふうに思ってですね、アクションカムなのでいろんなね撮り方っていうのができると思いますので、なのでこんな感じでですね、もともとね最初からねこのウランジさんのですね、はい、ウランジさんのこれ、一番ね当たり前のというかですね標準タイプのっていうような形になりますけれども、こちらの方のウランジさんのね商品ですね、持ってたんですね。これちらの方こういった感じで伸びます。はい、はい、こんな感じで伸びるやつですね。これでねいいかななんていうふうに思ってました。ちょっとね重さのチェックなんかもしてるんですけれども、91グラムね、軽いです、非常に軽い、100グラム切ってます。でですね、今回ね新しくね購入しましたこちらですね。はい、こちらの方がですね、メーカー名とか出した方がいいんでしょうか。リンク貼っておきます。はい、Amazon さんで購入しました。500円で購入したやつですね。はい、こちらの方ですね、40g ぐらい重たいのかな。12.66g ですね。この辺に出しておきますけどね。はい、12.66g。確かに重たいんですよね、こっちの方がね。なんですけども、こちらの方の方が、少し長いというので、実際ね、DJI アクション2ね、これで十分な映像、これから見てもらいますけど、十分な映像。で、これをね、伸ばしたらね、もっとね、いい感じになる。画角が広いんでですね、全然問題ないかなというふうに思ったんですけれども、ちょっと面白い撮り方とかするとかですね、自撮り棒が必要になるシーンってどんなシーンかなっていうふうに思ったときに、やっぱり自分の身長では見えないものを撮りたいとか、あと見えないところのね、非常になんていうかこう、高いところからさらに高いところからの映像とかですね、自分の目線では見えないところの映像を撮ったりとかですね、あとはそれ以上に下から撮るとかですね、それもちょっとね今回ねオープニングで入れてますけれども、はい、なのでオープニング巻き戻ってもらえるといいかなと思うんですけれども、そういった風なですねちょっと特殊な感じの画角というか高さからのですね撮影をするっていう風になった時には、ちょっとねちょっとこれだとねちょっと短いかなという風に思ったのもありまして、こちらのですねこうすごいですよね、これ全然収まらないですけど、こんな感じのって言ってもちょっと分かりにくいですよね。だいたいね90センチちょっとぐらいですね。なんでマウントとかでいろいろ含めるとだいたい1メーターぐらいになるみたいな感じのものですね。こちらの方も使って撮影ちょっと比較してきましたので、ぜひぜひご覧いただければと思います。それではね、縄文の森というですね、太白区にあるですね、うちの近くにあるんですけれども、ちょっと仕入れの途中にね、ちょっと回ってきたっていう風な感じで撮ってきましたので、ぜひご覧いただければと思います。はい。さあ、今ね、縄文の森広場に来ています。おお、すごいね。で、DJI アクション2使用しながら、すごい草刈りされてない状態で、マイクテストと、あと自撮り棒のテストの方をしに来てます。
撮影の方は後で、出しときます。こんな感じの撮影のスタイルで撮影しています。自撮り棒はね、ウランジの自撮り棒を使ってます。で、一番短い状態で使ってて、全然ね、いい感じ。今ね、そんなに手伸ばしてない状態がこれで、手伸ばしてこれ、これだとちょっとね、肘伸ばしすぎかなっていう感じで、青空もすごい綺麗に映りますね。こんな感じ。はい、でもね、人工建造物ない方がいいかなと思ったら、そっちの方は雲ばっかりで白飛びしてる感じですね。まあ、この辺の角度が一番青も映っていいのかなっていうところですね。はい、でこれを自撮り棒伸ばしてみます。よいしょよいしょと。はい、でこれ自撮り棒を伸ばすとこんな感じ。全然いい感じですね、これでもね。で今日は自撮り棒、これともう一つ長いもの用意しています。はい、でね、マイクが、これちょっとね見えにくいんですけど、ちょっとねこの辺にねソニーのマイクをつけて今撮影しています。うん、で、伸ばしたんで、まあ、撮りたかった映像としてはこんな感じの映像を撮りたいなと思ったんですね。撮りたいなですね。はい、こんな感じの映像を撮れればいいかなと思ったんですけど、普通の、ね、目線から見るとこんな感じの目線で見える感じになります。それがね、こんな感じで高いところから今ね、腕をねぐーっと伸ばしてね撮影しています。はい、結構広大な感じで撮れますよね。はい、でこれを今から別の、自撮り棒に変えて撮影してみて、してみたいと思います。はい、今ね、カメラにつな、カメラというかスマホにつないでるのでね、スマホの方を見てますけれども、まあね、やっぱりね、あんまりね外で大きな声、あのマイクのテストもこれからしますけども、はい、やっぱり外で、ね、あんまり大きな声で喋ってるとねあんまり良くないかなというふうに思ってですね、まあ、この辺の距離だったら全然問題ないね、この辺の距離だったら全然問題ないんですけど、これがね自撮り棒として伸ばしていくと全然音がね変わってくると思うので、今日はマイクをつけて撮影しています。でせっかくね、なんかねマイクがいいね、 DJI アクション2なんで、できればねマイクつけないでね撮影できればいいかなと思ったんですけども、はい、そんな感じで、まず今はね、あの腕をあまり伸ばさない状態で、自撮り棒を持ってます。こちらの方が今回500円で買った自撮り棒ですね。はい、でこれを伸ばしてみます。まあ、持ってる重さとしてはやっぱり重さはちょっとやっぱり重いかなっていう感じですかね。いいですね。はい、いい感じで撮影できてる長さかなと。ただこうやってね腕ぐーっと伸ばしては撮影しないですからね。うん、なんでまあこれを伸ばした状態にしたらどんな感じの絵になるかっていうのを撮影したいと思います。はい、今から伸ばしちゃいますか、そのままね。よいしょ、ぐぐぐぐっとね、よし、1メートル近く伸びるのと、あと私の身長的にプラス170から腕伸ばしてるんで80、90ぐらいですね。こんな感じの映像が撮れます。こう俯瞰でもなかなか面白い感じになりますよね。俯瞰で撮っても面白いかもしれないなと。うん、あとね、斜めにね、若干斜めにしても大丈夫なので、今ちょっと斜めに振ってますけど、はい、全然大丈夫な感じに見受けられますね。で、これがどん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 降りてきて、目線の高さまで降りるような感じになってくると、まあ、こんな感じですね。はい、かなりね、かなり違った映像になるような気がします。うん、分かりやすいところでいくと、今、この公園だと、よいしょ、このね目の前のね、目の前の竹がですね、このぐらいの、ちょっと横に振りますけど、はい、こんな感じでね、竹がねあって、その向こう側の風景は全く見えない状況になってます。でこれをこの
自撮り棒だと、さっきの自撮り棒ではなかなか難しいんですけど、この自撮り棒だとこんな感じ。わあすごいね。あ、この向こうがこんな風になってたんですね、なんていう風な感じで見ることが可能になる。はい、やっぱり長ければ長いだけいいのかなのかな、うん。あとは、こういうのを撮りたかったんですよね。あ、これじゃ撮れないか。よいしょ。これをこのように向けてですね、よいしょ。これがねできればいいんですけどね、こんな感じでね、こうドローンのような映像というか、はい、こんな感じのやつをね今歩きながら撮ってますけど、手ぶれの方どうですかね。これ結構見た目はね、おってな、何やってんだってなりそうな感じなんですけど、はい、あ、なかなかね、あの背中のねチーズという文字がね見えるというですね、ちょっと珍しい価格で、私が普通に今歩いてる背中を撮れるっていうのもなかなかちょっと面白いかなというふうに、はい、思ってます。はい、ちょっとぐるっと一周してみたりとかね、はい、こんな感じで撮れちゃうのをこうぐるーっと回して、はい、目の前まで持ってきました。ケーブルね長いんで、まあ、こうやって自撮りすることは多分ないのかなとは思うんですけど、うん、でも、ね、こんだけ話してもね全然ね音がね、マイクつけてるといい感じなので、いい感じだと思います多分。はい、ちなみにこれと同じ声の大きさでマイクを外した状態、あの本体マイクで撮影してみたいと思います。はい、こんな感じで、今自撮り棒を、伸ばした状態ですね。自撮り棒を完全に伸ばした状態で、90センチぐらい、もう少し端っこの方ちゃんと持ちましょうか。まあ、90センチ、まあ、ほぼ1メーターぐらい離した状態で撮影しています。結構ね声張らないと多分ね声がね届かないんじゃないかなと、まあ、環境も入りまくると思いますし、周りね今人がいないですからね、こんだけ伸ばせますけど、ね、ちょっとねこれは結構厳しい感じの音声になるんじゃないかなというふうに思っています。このぐらいの大きさじゃないとね外で撮影するってなかなか難しいのかなというふうに思います。あと手ぶれもね結構ねひどくなるんじゃないかなというふうに思うので、まあこんな感じで撮れてますというふうな感じです。音声の方だけちょっとチェックしてもらえればと思います。これねカメラ向いてないとね全然やっぱり声入んないじゃないですか、ね、今カメラ向いてないですけどね、なかなか厳しいんじゃないかなというふうに思います。はいはい、ということでですね、こんな感じで撮影してきました。今ねお店の中でね私撮影してるんで、普通に、ね、声張ってっていうか、まあ普通のね私声大きい方ですけど、結構ね声をねまあ普通の喋り声よりちょっと大きいぐらいっていうに言ったらいいんですかね、人の普通の喋り声よりもちょっと大きいぐらいの声で今喋ってますけれども、やっぱり外だとねマスクしてるっていうのもありまして、まああんまりね大きな声で喋ってるのもねどうなんだっていうのもありますので、なので今回はちょっとこの辺にねマイクをね1個つけてみました。どうしてもね環境音拾っちゃうのもあってか、ちょっとマイクの方はいろいろとねちょっとね試行錯誤していきたいなと思うんですけれども、ここからちょっとマイクのご紹介ちょっとしてみましょうかね。DJI アクション2はですね、こういう感じでほいはい、こんな感じですね。はい、ちょっと白いんで見づらいんですけれども、タイプ C から3.5 ミリピンですねにこれ変換するこのコネクタですね、こういうコネクタ100均とかにも売ってますけど、こういったコネクタを使うことでねマイクを使うことができるようになりますがですね、がここからが問題なんですよね。結構ね他の、DJI アクション2使ってらっしゃる方々が上げてらっしゃるんですけれども、あそこのメーカーのは使えたけどここのメーカーのは使えなかったっていうふうなこと結構おっしゃるんですよ。で、その理由がですね、こちらになりますね。はい、よいしょ、
これも多分ですけどね、私が今までやってみて多分そういうことなんだろうなっていうふうな答えが出てる。ちょっとなんかうわあ、これだと見づらい。黒いものを背景にした方が見やすいですかね。こんな感じどうですかね。見づらいですかね、これだと。はい、こんな感じ。黒いのもなんか見えないですね。何がいいかな。何の色がいいですかね。ちいかわにしましょうか。はいはい、こんな感じ。はい、あれ、こんな感じ。どうですかね。見えますかね。見えますかね。こんな感じです。はいはい、こんな感じ。ここのね、ピンですね。ピンの部分のここの数がですね、ここの数が、はい、こんな感じで、LR とあとマイクみたいな感じで、こうステレオとマイクっていうふうな形で分かれてる、ここが1、2、3、4って4つに分かれてるやつですね。普通のイヤホンだったかだと、イヤホンとかだと、こんな感じになってる場合が多いんですよ。これ3つですけど、はい、4つに分かれているものっていうふうな、この4つに分かれているものタイプを差し込むための 3.5 ミリピンの部分のものが大体100均とかで売ってる場合はそういうものなんですね。で、これにさっきのこのピンを刺しちゃうと、そうするとマイクとして認識されないんですよ。うん、なんでこのケーブルは認識されるんですね。普通に刺してもこのケーブルは認識されるんですけれども、この先がこうやって認識されなくなってしまうのがこのピンの場合なんですね。なのでこれが大体マイクのピンって大体このピンになってますね。はい、でイヤホンにマイクついてるやつあるじゃないですか。イヤホンにマイクついてるやつってこの口になってるんですよ。どこ行ったこの口になってるんですね。はい、この4つの口になってるんです。はい、それはイヤホンとマイクっていうのが一つの口に刺さるからっていう感じですね。はい、でそういうのをこういう感じでこう分けるやつがあるんですよ、ね、ここちょっと見てもらえると分かると思うんですけど、はい、マイクと、ね、マイクとヘッドフォンに分けるっていう、こういう風なね、こんな感じの私の顔が映ってるとこんな感じ、はい、こんな感じのやつね。うん、こんな感じのやつがあるんですけど、まあ、今回はね、これをかませて、それにこれを刺して、で、これの先のここのマイクっていう、このね、マイクっていうマークの方に、よいしょ。このね、ソニー製のね、マイクですね。これを挟んで撮影してきました。はい。ね、途中で、本体マイクにしたときに、まあ、それなりに綺麗には撮れてましたけれども、やっぱり、まあ、ある程度の声を大きくしないと難しくて、その上、今、私が使ってる編集ソフト、iMovie では、なかなかね、ノイズリダクションっていうのが、いまいちうまくいかないんですよ。ということで、音をダッとこう上げるしかないんですけども、まあ、今回もね、書いてる通りで、上げた上に、低音の方を増強してるので、ちょっとね、ノイジーな感じの、ノイズの入ったような感じになってたんですけども、まあ、その辺はね、マイクの方をですね、変えてみたりとかっていうのは、今後やっていこうかなとは思いますけれども、まあ、あんな感じでガーッと伸ばして、音声取るっていう風になった場合には、やっぱりマイク必要になるかなっていうふうに思ったので、こんな感じでやってみました。でね、まあ、ついでにあまりね、これに関して、このケーブルのこの変換に関しておっしゃってる方がなかなかいらっしゃらなかったので、私もね、どうやったらね、専用のケーブル買わなきゃいけないのかな、結構高いなとかって思ってたんですけれども、そんなことなくてですね、普通に100均で売っているこういう風な変換のケーブルでも全然問題ないと。で、100均で売ってるケーブルの、まあ、その、なんと言ったらいいのか、一発で、これに、だから口がこれなのかどうかって中見えないじゃないですか。ね、3.5 ミリピンの中って、ここって見えないようになっちゃってるんで、ね、このね、対応がどういう風になってるのかっていうのは見えないので、なので、まあ、どっちか挿してみて、あと変換してみてどうなんだみたいなことをやってみると、使えるものか使えないものかっていうのが見えてくるので、あとはその変換、まあ、こういうものでもありますし、あと普通のケーブルとしても存在はするので、そういったものを組み合わせれば結構安くね、DJI アクション2では、外部マイクを
結構簡単につなげることができるなっていうのが、まあ、分かったっていうのもありましたので、まあ、その辺をねちょっとどんな風にして、まあ、撮影していくのか、今後ね撮影していくのかっていうのはちょっと考えていこうかなっていう風に思いますけども、まあでも外付けのねマイクとかつけちゃうとね、せっかくのアクションカムがね、ちょっとなんかこう重たいというか、ちょっと取り回しが効かないというか、そういう感じになるので、まあちょっとそんな感じで撮っていくのかどうかっていうのは私もちょっとわからないんですけれども、まあそんな感じの音声の話ですね。あとはまあ自撮り棒の話になりますと、やっぱりね、映像ね、撮ってきた映像を見てみたんですけれども、40グラムの重さで、まあ、長さが若干長いかなぐらいの、ね、ぐらいの違いであれば、ね、ライト消えちゃった。ライト消えちゃいましたね。はい。ね、まあ、違いかなっていうんであれば、ライトつけましょうかね、ちょっとね。ライトをつけて、ちょっと、はい。オン、はい、オン、はい。よいしょ。はい。ね、まあ、違いかなっていうんであれば、私はこっちがいいのかな、なんていうふうに思いました。うん。なので、今後ね、この長い、1メーターぐらいになる、で、私の身長を加えると、で、手を伸ばすと、もしかしたら3メーターぐらいの高さからの俯瞰の映像っていうのが、いろいろ撮れるっていうふうに考えると、結構楽しそうなものっていうのが撮れそうな感じもあるので、普通だったら見えない場所のというかね、ドローン的な感じというかね、っていう風な感じで、でこういう風にね、途中でやってましたけど、こういう風に揺らしてもというか、こう振ってもね、大丈夫な感じに撮れてましたので、なのでそんな感じの映像をね、今後ね出していければいいななんていう風に思っています。はい、ということでですね、本日の新誠チャンネルこちらの方で終了となります。なんかね説明なんかね、あんまりねなんかモリモリにしすぎたんでですね、もしねあれこういう時ってこうなの、どういうこういう時ってどうだったっていうのをですね、もしねちょっと質問とかにねコメント欄に書き込んでいただければですね、まあちょっと取りに行っていきましょうかなんていうのもね可能かと思いますので、ぜひねコメントの方とあとチャンネル登録もしよろしければよろしくお願いいたしますね。DJI ね、DJI ポケットじゃない、DJI アクション2をですね、使ったね、映像の方もこれからね、バンバン出していきたいなっていうふうに思っております。あとはね、次回ね、設定の方ですね、この設定バッチリ、この設定で撮れれば、いいんじゃないっていうのをですね、お伝えできればなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録していただければ非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。それでは。